早速ペン持ってらっしゃいます今日取材じゃないですよ逆にあの僕の方が皆さんがいろんなご意見を伺って取材をしたいときに思っていますので。3月28日この日首相官邸に集まったのは新聞社やテレビ局などで子ども・子育てのテーマに取り組んできた女性記者の方々。そして司会は少子化問題を担当する村木厚子政策統括官。総理と机を囲み議論したその中身は、今日は子ども・子育てに関する意見交換会ということでどうぞよろしくお願いをいたします。ぜひ今日は子育ての経験があるジャーナリストの皆さんから今までの議論でこんなものが足りないのか、こういう資格があるんじゃないかということを教えていただければ大変ありがたいと思っておりますので。今回の参加者からは自身の経験をはじめ取材などを通じて得た生の意見が多数総理に投げかけられました。それまで取材をしていて日本の社会保障制度はボリューム的にもシステム的にも相当なものだと理解していたのに、実際に自分が出産子育てをしてみると、子どもの分野の施策が乏しいことにびっくりしました。乏しいと指摘のあった分野について、現在の政府の取り組みは。利用者、事業者、自治体、経済界、さまざまな声もヒアリングをしながら、2年以上かけてまとめたのが、今回の子ども・子育て新システムです。まさに民主党を中心とする政権の真骨頂。3月2日に開いた少子化社会対策会議で決定した基本制度では、保育の選択肢を増やすため保育園・幼稚園のいいところを併せ持った総合子ども園の創設や、現在認可外保育である保育ママ・小規模保育園の法整備、地域子育て支援の拡充などを明記。今国会への法案提出を目指します。これに対する記者の反応は。子どもを子育てを社会全体で応援しようというシステムだと評価して期待しています。政策を作る当事者、できたらトップリーダーが現場の人たちに通じる言葉で直接対話をして懸念を払拭する必要があるだろうと。本当に切迫感を持っている人たちとの膝つき合わせた話し合いをもっとやっていきたいと思いました。親の情報収集能力の差が子どもが入る施設などの差につながらないよう、情報にアクセスする術やツールをすごく充実させてほしい。今回の意見交換はおよそ1時間。記者の方々から解決すべき課題の指摘も多くいただきました。働き盛りの世代とか若い世代が社会保障の恩恵を十分に感じていないところに問題があると思ったりして、そこの流れを変えたいですね。大変お忙しいところがお集まりです。